ここは富山県射水市、新港大橋と大型練習帆船海王丸が見渡せる美しい港、海王丸パーク。この港の一角に猫が副船長を務める新港観光船の事務所があります。この子が副船長のみーちゃん。3歳の三毛猫でクールビューティーな女の子です。この事務所はみーちゃんの住まい兼職場。優しい寮々に囲まれて暮らしています。お客様にはサービス満点ですが、職場の同僚にはツンデレするそうで、お客様の受付を終え、みーちゃんも営業部長の木村さんと自転車で海王丸パークへ。木村さんはみーちゃんのお父さん的存在の人。みーちゃんは自転車に乗るのも大好きなんです。みーちゃんはこの港で生まれ、間もなく木村さんと出会い、会社の猫としてみんなから愛されて育ったそうです。ねえみーちゃん、旗でかくれんぼでもしてるつもり？はい、どうぞ。すいません、お待たせしました。はい、どうぞ。今日は副船長のみーちゃん、ここにも入れてきますから。みーちゃんもお客様の乗船を見守ります。はい、いらっしゃいませ。生後間もないみーちゃんと初めて出会った時、足によじ登ってきて、その姿が何とも愛おしかったと木村さんは目を細めながら話してくれました。副船長のみーちゃんも乗船したらいよいよ出発進行。船の上ではカモメが気になる兄ちゃん。だってこんなに来ちゃうんですから。副船長の仕事はいろいろあって、船室ではお客様にも気を配り、しっかり操縦してにゃと船長に声をかけたり、みんな大丈夫かにゃ。今は昭和43年にこのようにして富山新港が開港いたしましたね。はい、船酔いしてないかにゃと見回ったり、この港もですね、全体とともにですね、港の名前が変わっております。皆さん左手の前方の方をご覧になってくださいね。動物の猫キャラクター。船は12のさまざまな橋がかかる内川を進みます。ここは東橋。スペインの建築家が基本デザインした歩行者専用の珍しい屋根付きの橋です。みーちゃん、頭気をつけて。
軽みのあるバルコニー風の背面系のアプローチを持つソフトな形状が特徴。ありゃ外れた。あ、みーちゃんどこまで行くの？みーちゃんは今までに2回ほど海に落ちたことがあり、その時はリードを持っていたので無事引き上げることができたそうで、なんともおてんばなみーちゃんです。船は内川を出て再び海王丸パークへ向かいます。みーちゃんも無事副船長の仕事を終え一休み。実はみーちゃんは船酔いしやすいので体調に合わせて挑戦しています。皆さんも副船長のみーちゃんと一緒に小さな船旅をしてみませんか？